皆さんこんにちは、証券ママです。今日はですね、くるみとレーズンのビスコッティを作っていきたいと思います。油脂類を入れない、まあ、クッキーみたいなものなんですけれども、とってもカリカリして美味しいおやつなので、よろしかったら作ってみてください。はい、それでは材料です。薄力粉 75g、 強力粉 75g。 今日はですね、ちょっとカリカリ感を出したいので、強力粉も半分混ぜていきます。それからですね、ベーキングパウダー 3g、 卵1個、それからグラニュー糖 70g、 牛乳小さじ2、それからくるみ、これは乾入りしておいてください、 50g、 それからレーズンも 50g 用意してください。それからですね、バニラオイルを数滴入れます。材料は以上です。それでは作っていきます。まずですね、卵をボウルに割り入れます。それからですね、牛乳小さじ2もここに入れてしまいます。それからグラニュー糖 70g もここに入れてしまいます。そしたらばこれをよく混ぜます。クッキーと違ってとっても簡単なので、油脂類が入らないのですぐできます。こんな風によく卵とお砂糖が混ざりました。そしたらですね、薄力粉と強力粉をふるいにかけて、先ほどの卵液に混ぜていきます。薄力粉と強力粉を 75g ずつ、こういって量りにのせて、私はこういったふるいにのせて、これで量ります。強力粉をまず 75g ですね。それから薄力粉も 75g ですね。足して 150g です。はい、薄力粉も 75g 入りました。これにですね、ベーキングパウダーですね、これを 3g 入れます。はい、ベーキングパウダーが 3g 入りました。そしたらばですね、先ほどの卵液に今の粉類をふるいながら入れていきます。はい、粉類が全部入りました。そしたらここでさっくり混ぜます。今度はヘラに持ち替えてください。はい、こんな感じにまだ全部粉が混ざりきらないうちに、くるみとレーズンもここで全部入れます。はい、バニラオイルも数滴入れます。ざっくり混ぜます。はい、こんな感じに粉気がなくなれば大丈夫です。はい、それでは先ほどの生地を2分割して成形していきたいと思います。2分割しなくてもいいんですけれども、今日は私はあまり大きく作りたくないので、先ほどの生地をだいたい2分割にしました。でこの生地はですね、ちょっとくっつきやすいので、強力粉をですね、オーブンシートの下に少し敷いて、今ちょっとここをやりかけちゃったんですけれども、少しこうやって強力粉をはたいてやった方が手にくっつかないでやりやすいです。これをですね、
こうやってナマコ型に成形していきます。厚みはだいたい1センチから 1.5 センチぐらいの厚みで、ナマコ型に今日は2つ作っていきたいと思います。はい、このようにナマコ型に2つ厚さ1センチから 1.5 センチぐらいに成形しました。それでオーブンシートをこれ少しこの間を空けて置いてください。ちょっと焼くと膨らむのでね、ちょっと離しておいてください。オーブンは170度に予熱しておいてください。そしたらば天板にこれを乗せて170度の余熱でだいたい25分焼いていきます。それでですね、一度25分して焼けたらばまたこれをカットして、最後にから焼きというか乾燥焼きをまた少ししていきます。それではオーブンに入れます。はい、それでは170度で25分焼いていきたいと思います。はい、170度で25分焼きました。こんな感じになりました。そしたらばですね、これを再度焼いて表面をカリッとさせたいと思うので、ここでカットしていきます。はい、このような天板の上で切っていきたいと思います。熱いので気をつけてくださいね。そうですね、長さはお好みなんですが、そうですね、1センチぐらいでしょうか。こういったパン切りナイフがいいと思います。ちょっと熱いですが、そしてこれですね、切り口を上にこうやって向けていきますね。熱いので気をつけてください。はい、このように切ったら切り口を全部上に向けます。美味しそうにできてますね。どこ行ったの、こういった端の方にこうやって、こちらも同じように切っていきます。はい、このように全部切りました。全部上向けますね。切り口を上に向けます。そしたらもうあとはこういうふうに表面をなるべく上に向けて、こうやって端の方はね、ちょっとこのままでもね美味しいんですけれども、もうちょっとカリッとさせたいので、このように切り口を上に向けたらば、今度は150度で6分から10分焼いていきたいと思います。様子を見ながらやってください。はい、2度目は乾燥焼きで6分ぐらい焼いていきたいと思います。はい、150度で6分焼きました。もうちょっと焼いてもいいかもしれませんけれども、ちょっと触ってみてね、もうカリカリなので、あとは冷めるともっとカリカリになるので、私は6分でこれでいいと思います。くるみとレーズンのビスコッティの出来上がりです。とっても簡単で、油種類は全くビスコッティってのは入ってないんですけれども、カリカリしていて、まあクッキーよりはバターとか油がない分はヘルシーだと思います。とっても美味しいので作ってみてください。
るみとレーズンのビスコッティの出来上がりです。カリカリでちょっと簡単な朝食やおやつにいかがでしょうか。牛乳なんかにつけて食べても美味しいですよ。皆さんいつもありがとうございます。また遊びに来てくださいね。バイバイ。またね。証券ママでした。